スマイルキッチン。こんにちは、スマイルキッチンのちーちゃんとママです。今日も親子で楽しく料理をしていきたいと思います。今日作るのは2年生でもできちゃうチーズテリーヌです。イエーイ。最近ね、ママこのチーズテリーヌハマって結構作ってるんだよね。あ、うん、シュワシュワって溶けてとても美味しいんだよね。口どけがいいんだよね。今回小学2年生でも成功するようにアレンジをしたポイントはこちらです。じゃっちゃじゃーん。コーンスターチ。ちーちゃん知ってる？コーンスターチ。コーンなんだ。そう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 。トウモロコシから作った粉なんだけども。そう。今までさ、クッキーとか作った時は小麦粉を使ったじゃない？うんうん、そうしたらママがさ、これ以上混ぜないでって言ったりしたんだけど、うん、それはね、小麦粉はいっぱい混ぜるとグルテンっていうのが生まれて、なんかね、もちもちしちゃうのね。うん、で、膨らまなくなっちゃう。でもこのコーンスターチはトウモロコシから作ってるからね、ぐる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 混ぜても大丈夫。うん、安心なんです。なのでちーちゃんも思う存分混ぜてお料理を楽しんでください。はい、はい、それでは行きましょう。レッツクッキン。一つ目の工程は型の準備です。はーい。今回使うのはこの17センチのパウンド型です。くっつかないようにこんなね、そうそう、クッキングシートいきます。まず大体の大きさで切ります。ここスタートでこんな感じ、こんな感じ、そうそう、ここスタートでこうやってきましたよね。そうそう、斜めに。OK。 続いてです。ここで2本後つけて、そこをしっかり置いちゃいましょう。簡単に置いて、しっかり置いて、頑張れ頑張れちーちゃん、頑張れ頑張れちーちゃんとか。うざい？いや、ちょっとね、黙ってればいい。おーってこういう感じでいいちーちゃん。なんか寒い人できました。はい、ここも2本線をつけた。大体で大体。続いてです。ここが一番大事なところじゃん。そこに向かってハサミ入れます。オッケー。この反対側も。ん？あ、わかった。ハサミを使うときは手を切らないように気をつけてください。ちーちゃんからの伝言です。大きな声で自分で言えばいいんじゃないの？嫌なの？恥ずかしい？恥ずかしいんだって。じゃあ今度いきますよ。ここにパサッと押し込めつつ。ここが立体になります。うんうん。そうだね。おお、もういいでいいじゃん。綺麗にシートを準備できました。ただね、ちーちゃんさ、オーブンに入れた時にさ、こうあったかい風が当たってくんだけど止まっちゃうの。だからここを切るか、ママがいつもやってるのは、そうそう、ピンで止める。で、縦にやっちゃうとさ、膨れてきた時に汚いじゃん。口にこうつけてあげるといいですね。そう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 、よく聞いてますね。ナイスー、ナイスー。カッパー。オッケーオッケー。はい、これで型の準備ができました。そしてもう一つね。で、今回さ、湯煎焼きっていう入れ方する。お湯、こういう器のところにお湯を張って、この中に型をポンと入れるのね。っていうことはさ、こもった時に危ないじゃん、動いちゃうから。なので鉄板とこの容器の間に1つ布、さらにこの容器の中にも布を準備して、そして 500ml ぐらいのお湯も沸かしておきましょう。さて、続いてはチーズを混ぜるです。はーい。今回はこのクリームチーズとマスカルポーネチーズを準備しました。はい、じゃあクリームチーズ 200g、 これ全部入れちゃってください。もうこれボンって入れちゃっていい。食べましたー。おいしい、うん、続いてこれマスカルポーネチーズです。マスカルポーネチーズってイタリアでお菓子にめっちゃ使われるチーズ。そうそう、味見ですか？はい、好きだもんね。どう？甘いの。そうそう、甘いの。クリームチーズより甘いの。なんか牛乳だね。そうそうそう、生クリームみたいな味だよね。じゃあこれを 100g 入れちゃいましょう。このチーズテリーヌのいいところ、大体で作っても美味しいから 104g です。 OK、 もうこれで大体で OK。 お上食べてます。ちーちゃんは電子レンジで1分半チンしてきてください。OK。 はい、ちーちゃんできました。今回の目的は一花ぐらいに温めることです。プルンプルンだ。プルンプルンになった。はい、はい、この後冷たいものをどんどん入れていくので、今回はここできちんと柔らかくしておく、滑らかにしておくことがポイントです。冷たいものでちょっとだけ固まる。そうなの、そうなの。今の時点で滑らかにしておきましょう。はい、はいはい。もうちょっとじゃあしっかり混ぜたら次の工程いきましょう。滑らかになったかしら。でこの時にね、つぶつぶがなければ大丈夫です。あともう一個ポイントかな。いっぱい空気が入りすぎちゃうと膨らんで割れちゃうので、あまり空気が入らないように水平にくるくる混ぜる程度で大丈夫です。続いての工程はオーブンの予熱です。はい、今回は160度に予熱します。100、あれ160度。続いての工程も混ぜるです。はい、元気いっぱいです。滑らかなチーズケーキになるようにどんどん材料を入れて混ぜていきたいと思います。まず1つ目、ちーちゃん、すみません、味見が過ぎてますよ。はい、では今ホイッパーも入れた状態で0になっています。これでどんどん入れていきましょう。まずね、生クリームは 100g です、はい、これも大体で大丈夫です。いいじゃん、大体で大体で OK。 さて続いてはグラニュー糖です。グラニュー糖は 60g です。これも大体で大丈夫です。ママとかさ、あんまり甘くないのが好きな人は50とかでもいいし、すごい甘いのが好きっていう人は100とかでもいいし。でもちょっと太っちゃいそうで、ママはもう太ってるけどね。ああ、だから前の動画で笑いがってしてよ。さあ続いてです。全卵、卵を2つ入れます。はい。卵の殻を割った時には卵の殻に菌がついているかもしれないので。よく手を洗ってください。はい、よくできました。だいたいママが言いそうなことを分かってきたね。いや、違う、言いそうじゃない、言いたいことを分かってきた。はい、はい、じゃあちーちゃん続いてレモン果汁、これは 10g 入れてください。入れすぎると酸っぱいし、入れないとぼやける。 10g。 はい、じゃあちーちゃんこれ混ぜてください。今回も大きな泡が入らないように水平にぐるぐる混ぜてくれれば大丈夫です。空気入んないようにってこと。そうだね、どっちみちね、空気入っても抜くのよ、後で。でもこれ結構さ、硬いんだよ、さっきより。だけどだんだん色が良くなって。そうだね。はい、じゃあ次いきます。コーンスターチ 10g 入れます。コーンスターチ 10g 入れます。はい、コーンスターチに関してはダマになっちゃったらさ、なんかせっかくなのにつまんないじゃん、なのでちょっとふるいながら入れてきますね。じゃあぐるぐる混ぜてください。小麦粉だったらぐるぐる混ぜるとママが「やめて!」って言うんだけど、コーンスターチなのでどんなに混ぜてもグルテンうまになるから大丈夫。たださ、ブツブツからとちょっと舌触りが滑らかじゃないじゃない、なのでしっかりと混ぜてください。滑らかになったのでこれで大丈夫です。続いての工程は型に生地を入れるです。はーい、じゃあ入れていきましょう。今回は湯煎焼きっていうお湯につけたまま焼いていくんですけども、その方がね、ゆっくり火が入るので滑らかな口当たりになります。はい、いらない、入れちゃっていいですか。いらないですか。はい、じゃあ湯煎焼きします。じゃあここお湯を入れてください。はい、ではこれで焼く準備ができました。続いての工程は焼くです。160度で途中返しながら合計45分、最後に焼き色をつけるために180度で15分焼きます。ので、ゆっくりそーっと大人に取り出してもらってください。今回はいい色に焼けてますね。でね、ちーちゃん、チーズテリーヌってゆっくり冷ました方が形が綺麗なので、もうこのままね、粗熱が取れるまで置いときます。粗熱取れたら冷蔵庫で一晩冷やします。そうなのよ。ということで、ママ、忍法があるので一緒に使いましょう。せーの、忍法差し替えの術。できました。ちーちゃん、これをさ 1.5 センチぐらいで切ってもらおうかな。切り口をきれいにするためにお湯でね、包丁を温めます。はい、ちょっと温めて、何秒か温めて、濡れてから嫌だからさ、こうやってきれいに拭いちゃう。 OK。じゃあ切ります。はい、切ってください。どんな感じ？すごい。おお、綺麗ですね。じゃあちーちゃん、もう一回温めて、そうそう、それでこうやって引いてごらん。汚れも取れるから。汚れが取れたってことは綺麗に切れる。はい。切りやすいか。お、温まってきたから切りやすい。包丁で切るときは大人と一緒にやってください。小学2年生でもできちゃうチーズテリーヌ、完成です。イエーイ、美味しそうにできました。はい、じゃあちーちゃん、お味見どうぞ。いただきます。はい、なんかね、ちょっとなんかすぐ溶ける感じ。すぐ溶ける感じ。うんうん。じゃあママもいただきましょうかね。はい、もう期待通りやんないよ、あれ。うん。うん。すごい美味しいでちこ。それはさすがに近いでしょ。ということで、2年生でもできちゃうチーズテリーヌ、完成しました。イエーイ、とても美味しかったです。大成功です。ということで、本当にとっても簡単なので、ぜひ皆さんも作ってみてください。